この人形の使い道もな、わからないんだよな。はい。うるさいぞ。はい、とりあえず、自分の部屋とアイリーンの部屋は開かないわけですけども、開かないよね。はい。人形使うとか？無理か。じゃあとりあえず、ここ以外の他の部屋を調べましょう。まだ全部は開けてなかったはずなんだよな。はい。1階の部屋がまだ調べれてなかったのかな？1階か。よし。この音は何なんやろ？なんか嫌なんやけど。ここは開かない。こっち側か。こっち側の部屋をまだ調べれてなかったのかな？はい。なんかおりますかね、これ。あれ。おお、ハエ野郎のオンパレードじゃないですか、これは。よいしょ。うわー、多い。多いって。多いわ、ちょっとこれ。おらー。よいしょ。いて。くそ、くそ。こんなハエ野郎に翻弄されるとは。いて。痛いって、お前ら。よいしょ。よいしょ。ほら。あー、もう。なんやねん、もうこいつら。おお、3コンボ。よいしょ。よいしょ。まあ、冬おじさんが出てくるよりはもうはるかにマシなんやけども。ちょっと広い感じかな、他の部屋より。そんなこともないんか。あ、これはエレベーター的なやつか。動くわけでもない。なんもないんかよ、お前。まあいいや。まあ、順番に見ていきましょう。うわ、なに？なになに？え？なんだ？ちょくちょく変な音が鳴るのは何なんやろうか。なんかあるかな、これ。違うんか。なんか1階の部屋はなんか広いですね。なんかこの空間が。コードがついていない蛍光灯が不気味に輝いている。これはなかなかエコですね。何のことやねん、お前。何もないやん。もう出よう。はい。102号室か。あ、なんか、あ、昼。あ、昼がおる。なんかあれやな。今まで出てきた敵キャラ総出演みたいな、オールスターですね、これは。もう別にこいつは倒さんでもいいんやけど、別に。ほっとくか。何もなさそうな気がする。開かない。開かない。開かない。何もないな。こっちになんかあったりもしなさそうやしな。よし。何もないですね。はい。どんどん行こう。はい。101号室か。おっと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 、ちょっと待って。これは、モデルガン。モデルガンか。あー、くそ。欲しかったな。モデルガンか。あ、これは、これも、
ここにある銃はみんなモデルガンばかりだ。くそ。モデルガンか。え、チェーンソーみたいなの使えるんじゃないか？またお前かも。しつこいぞ、お前。パパパッと調べよう。はいはい。あ、これもモデルガンですか？これは？モデルガンか。くそ。一個ぐらい実銃があってもいいんじゃないですか？ほら。よいしょ。もう、めんどくさいんよ、こいつは。なんか敵中で一番めんどくさいやつかもしれん。これは動かない。はい。こっちのも動かんのかな？銃関係の本ばかり置いてある。その中に一つ雑誌の裏表紙に何か書かれている。隣のうるさい猫のせいでアレルギーが肌と目に出ちまう。頭に来たから俺の、チューンしたモデルガンを至近距離から何発も浴びせてやったらぐったりしやがった。いいざまだぜ。ところで207号室のリチャードが持っているリボルバーは本物だ。危ないやつだ。それは回収したけど。ほら、よいしょ。よいしょ。もうこの部屋出よう。早く。バイバイ。出よう、出よう。オッケーオッケー。あー、ショットガンちょっと期待したんやけどな。これで全部調べたのか。隣のやつがうるさいとか言ってたけどな。まあいいか。もうでも全部調べたってことか、これで。なんだろうか。開かない。開かない。ここも来たことがある気がするんよな。何これ？お、血がついているワイシャツが脱ぎ捨てられている。ポケットに破れた赤い紙が入っている。取ります。よし。302号室に挟みましょう、これも。おう、やっとアイテムが拾えた。来るか。おう、来るか。おわ、とっとっとっと、とっとっと。おわ、くらえ。よし。バイバイ。あと、調べるものは、開けられてない瓶もある。そうか。他に何か気になるものはないかな。ないか、ないか、ないか。ないか。よし。バイバイ。うわぁ、もうなんだ、もう、ちょ、調べさせてくれよ、お前、もう。電話見た気がするな。あ、この絵が置いてある部屋は、前にも来た記憶がありますね。まあ、正直、前回やった記憶ってのがもう完全に丸々飛んでいるので、この辺も調べたのかな。よし。もういいや。もう、ちょっと赤い紙を挟めば何か進展があるかもしれない。おはようございます。はい。そんなわけで、帰ってきましたけど、早速、例の赤い紙を読んでみたいと思います。お、当たった。はい。血まみれで読みづらい。レイチェル、愛し、いるよ。いつも窓から見守ってるよ。マイクより。マイクは変態野郎なんですね、とりあえず。マイクのラブレターをスクラッチブックに入れた。スクラッチじゃないわ。スクラップブックに入れた。いらんって、そんなん。いらんですわ。てか、レイチェルって誰やっけな。セーブしよう。はい。これでもしかすると向こう側になんかあるかもしれないですね。チョコでも飲もうかな。チョコはないんですか？チョコレートはないんか？帰ろう、もう。うお、びっくりした。何何？あ、勝手に閉まるんですか？自動とはたまげたな。はい。行きます。というわけで、向こうの世界に行きましょう。
カット。はあ、開けてみますか。あれ、こんな確認出たっけ。開けてみます。うなんだ、え、なにこれは。血まみれの破れたジーパンにくるまれた猫の死骸だ。ジーパンのポケットに破れた赤い紙が入っている。はあ、取りますけど、これも挟んどけ的なやつか。よし、もう一回挟みに行きますか。もうそろそろ、うん、こんな感じで多分何枚か紙を取り逃してるんでしょうけど、もうそろそろこれ挟んで新しい展開が欲しいとこですね。どっからだ、あ、ここか。はい、というわけでじゃあ挟みに行きましょう。え、なに？なに？ん？ん？どうした？どうした？どうした？何の音だ？え？アイリーンか。アイリーン。アイリーンが、アイリーンがやばいんじゃないですか？これはちょっと。ちょっと、挟むぞ。挟もう。ちょっと、とっとと戻って、ちょっと、アイリーンの無事をちょっと確認しに行こう。穴。よし。ちょっとアイリーンが大丈夫か見に行かなきゃ。ちょっと、よし、ちょっと見ましょう。はい、あれ、いない、いないのか。うん、じゃああれですね、紙を読みましょう。はい、破れた赤い紙切れが挟まっている。そうそう、あの日は頭痛が激しくなりベッドに倒れ込んでしまったのだ。私の部屋302号室の寝室のベッド付近を探せば落ちているかもしれない。すっかり頭痛持ちになってしまった。以前はそんなことはなかったのだが困ったものだ。ベッドの近くに何かがある。ベッド、なんかあるかな。ベッド付近、あ、なんかある。これはこれか。何かが落ちている。取りますか。人形がついた鍵入手。女の子の人形のキーホルダーがついている。鍵には303と刻まれている。303ということはアイリーンの部屋なのかな。隣やしな。アイテムはどうしよう。ちょっとアイテムちょっと変えましょうか。ちょっと、あ、開けこの野郎。アパートの各部屋、これいらないな。これいらない。人形も何使うかよくわかんねえんだけどな。救急キットなんてもう甘えはいらないですよ、そんな。どうしようかな。スコップ置いといて、どうしようかな。何使おう。やはり俺には鉄パイプしかないんですかね。鉄パイプ以外はやはりありえないですね。サブ武器としてバットを持っていきましょう。あくまでメインは鉄パイプということですね。
鉄パイプ一筋、何年やっけ、わかんねえわ。とりあえず鉄パイプ以外俺にはありえないんですね。よし、行くぞ。あ、なんか素手やん。素手はダメやな。よし、安定の鉄パイプ。よし、多分ここが自分の部屋で、こっちがアイリーンかな。うっ、なに、大丈夫か、大丈夫か。はい、使えない。いや、使えるやろ。あ、使った。2行はついた鍵を使った。なんてことや。え、これどうなったんですか。お？あれ、また実質？はい、どうしたらいいんやろ、俺は。多分、この多分、横の部屋とかは大騒ぎになってるんでしょうけど。とりあえず、穴から、部屋の様子を覗いてみましょうか。はい。こいつは、こいつ絶対こっち向いてなかったですよね、多分。え、俺はどうしたらいいんやろ。あ、なんかある。何これは。え、なんか結構大きいサイズの何か、おかしな紙が挟まっている。おかしな紙。サキュバスの語符を入手。不気味な邪神のようなものが描かれている札だ。はあ。また紙切れか。私は自分を保っていられる自信がない。奴の狂気は凄まじい。もう耐えられない。奴の力は計り知れない。あんまりの恐ろしさに私は今日、物置部屋の奥を封印した。物置部屋の奥を封印した。しかし何も知らない隣人のアイリーン・ガルビンは大丈夫なのだろうか。いずれ彼女も危険にさらされるだろう。物置に、ついに物置の秘密が暴かれるんですかね。行ってみましょう。ん？おかしなシミがある。よく見ると不気味な邪神の形のようにも見える。え、全然見えないですけど。
これはあれですか、これを使うんかな。サキュバスのゴフを使った。なんぞ物置部屋が変身した。読めるかな。なんだこれは。彼の解放の儀式による彼の宇宙は様々な世界が入り乱れ膨大に膨れ上がっている。しかし彼の宇宙は我々種の宇宙と違い有限である。その有限の宇宙の中、彼は王として君臨する。またその王国の最下層部には彼の母なるものが存在するという。恐ろしくわけがわからんな。何これは。くぼみには誘惑という文字が刻まれている。あ、これはあれか、名盤を挟めということか。そのための名盤か。ここに来て使うんですね、名盤を。名盤取らなきゃ。名盤、はい。てっきりなんか使うことのない、なんか なんやろアイテムというか、追加アイテムじゃないな、なんかコレクションアイテム的なものやと思ってたけど、これどうすんねんだっけ。あれ、ちょっと待って、どうやって開くんですかこれは。あった、混沌監視期限、あれ、こんないっぱいあったっけ。誘惑4つもあったのか。意外にも結構集めましたね。ここが誘惑かな。ここは混沌、混沌はこれか。期限どれだっけ、これか。はい、でラストがこれか。はい、監視。うおー、なんじゃこりゃ。ちょっと待って、これはあれじゃないか、これボス戦じゃない、これ。ちょっと待って、一旦戻ろう、一旦戻って、ちょっと落ち着こうちょっと待って、セーブしよう。これはちょっとラスボス集がするぞ。散々今までラスボス集がするとか散々言ってるけど、ちょっと持てる装備を最大限のものでしょ。やっぱちょっとお前はいらん、お前はちょっと役立たずやから。どうしようかな。ちょっとバットでいいかな。ちょっとバットじゃなくて、やっぱ一番威力がありそうな斧にして、でピストルの弾、これぐらいあればいけるか。40発あればいけるはず。これプラスリボルバーでいきましょう。回復アイテムは、回復アイテム持ってたらいいかな。ちょっとじゃあ救急キットを一つ持っていきましょう。これでいけるでしょう。あ、違う、こっちじゃねえ。どこに来てんや、俺は。よし。いつもの癖でこっちに入ってしまった。よし。おそらくこれも最終対決でしょう。誰との最終対決かわからんけど。あ、なんだ。今度はどこへ通じてるんだ。アイリーンは無事なんだろうか。はい。